こんにちは、食生活アドバイザーの矢野平です、今日はですね、ダイエットで今結構言われているファスティングについてお話ししたいと思います。ファスティング平たく言えば断食です。食べない。でも食べないと体がとか頭が不健康になってしまいます。なのでまだ私はそこまでやってません。ファスティング、そら食べなければそら痩せます。でも栄養素を取らないと、体がに不具合があるとか、怖い面もありますので、あと拒食症とかになってしまいますんで、ちゃんとした知識を、得てる人から学んだり、ちゃんと、知識を得てからやった方がいいと思います。まあプチファスティングじゃないですけど、プチ断食みたいなことをしてもいいと思いますので、それを、今回、次回もかな、次回も、それをご紹介したいと思います。でーん、はい、今回紹介するのはファスティングの24時間タイプです。月火水木金土日とあります。なんで24時間かというと、1日24時間を、3つに分けると、8時間、水曜日が分かりやすいかな。要は火曜日の晩ご飯食べてから、まあ寝て8時間で、ここはまあフルーツ書いてますけど、まあフルーツで、お昼は水、お茶、だし汁、それぐらい飲んで、ここの翌日の、晩ご飯までここで済ますと。このあたりがファスティングと。固形物をですね、食べないようにしてもいいんですけど、まあフルーツ、ここは、グリーンスムージーとかでも大丈夫です。あと、水、あと、お茶はですね、緑茶がいいです。緑茶は、カテキンがあるんで、食欲を抑える効果があります。あと、このだし汁。だし汁はですね、動物の骨を、煮た、ボーンなんちゃらとかいうだし汁があるんですけども、それでもいいです。あと私がおすすめするのは、いりこと昆布と、なんだっけ、いりこと昆布とかつお節を、あ、それプラスお茶、いりこさん、かつお節さん、昆布さん、緑茶1、まあ、そこは好き好きでいいと思います。お茶はあんまり多めに入れない方がいいです。まあ、鰹節ちょっと多めにした方が、味がまろやかになるかな。それを、ミルミキサーで粉末にします。それを、コップに入れてお湯入れて飲む。それがだし汁です。で、いきますね、順に。月曜日の朝、フルーツで、お昼水、緑茶、だし汁で、夜は、チキンと野菜。野菜は結構ですね、緑黄色野菜系がいいと思います。栄養価の高いお野菜を選んでください。火曜日はフルーツ、火曜日は普通に食べる日です。フルーツ、あとオムレツ食べて、お昼に、サラダと豚肉食べて、夕方また豚肉と、お野菜を食べる。水曜日は、ファスティングする日。フルーツ朝食べます。でお昼に、水、お茶、だし汁で、夜は、お野菜と、鮭、そのあたりを食べると。あ、ここ夜はですね、ご飯一杯は食べた方がいいです。多分
便秘になる可能性があるので、ご飯一杯は食べましょう。あと木曜日、水まで行きましたかね。木曜日はフルーツ、チキンとサラダ食べて、夜は、カレーとサラダを食べると。で、金曜日は、朝フルーツ食べて、お昼は、水とお茶、あとだし汁。で、夜は、鮭と野菜を食べる。で、土曜日フルーツ食べます。で、お昼は豚肉とサラダを食べます。夜も豚肉とサラダを食べます。日曜日は朝フルーツを食べます。お昼に水とお茶を飲みます。あとだし汁を飲みます。夜はチキンと野菜を食べますと。まあこんな感じでございます。で、絶対必要なのが1日水2リットル。これは絶対いります。これをやることで、まあまあ、なんちゃってファスティングができます。実際に食べてますので、まあまあ、そうそうめまいがするとか、そういうことはないと思います。ちょっとめまいがするぐらいあったら、そうですね、鉄分が足りてないとか、そういうのもありますので、どこかで、レバニラを食べるとか、あとは、プルーンを食べるとか、そういったところで、自分の体を感じながらやるのが一番いいと思います。今日お伝えしたのがですね、24時間タイプのファスティングです。これを、もう一個きついのが36時間タイプかな。そのファスティングの方法もあります。ファスティングをするとですね、いい効果がある。3つあります。まず1つ目、痩せる。まあ、それは痩せますね。二つ目、感覚が研ぎ澄まされるんで、インスピレーションであるとか、ひらめきがパーンと頭に来る。はい。あと、ファスティングすると、三つ目、脳の脂肪が落ちる。ファスティングしない限り、脳の脂肪は落ちないとか、そういう話も聞いたことがあります。あとおまけでですね、皆さん、下っ腹のお肉って、やっぱり気になりますよね。下っ腹のお肉がですね、ファスティングしないと、やっぱり落ちにくい。多分、筋肉がその周りにないからだと思います。以前、伝えましたように、脂肪燃焼する、メカニズムというのは、脂肪酸が血管の中に入って、ミトコンドリアがその脂肪酸を背負って、筋肉にぶつかる。で、燃焼する。下っ腹あたりはあまり筋肉がないので、あと重力には勝てません。重力、まあ体の一番下の部分がやっぱ下っ腹になりますね。ここにお肉がたまります。このお肉をやっつけるにはファスティングして、もう養分取るとこがないってなったら、最後にここにから取るみたいです。下っ腹は最高。まだ私もそこまでファスティングはしないですけど、ある程度いきなりファスティングするのは危険です。ある程度健康ダイエットして、そろそろ落ちたかなと思った時にやるのをおすすめします。いきなりやると多分、食欲に勝てません。ある程度、食べ物を、制限とか質ですね、食べ物の質を制限して、ある程度ダイエットをした方にはおすすめです。いきなり、ファスティングやらない方が私はいいと思います。はい、今日はここまでです。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。